宇和島港宇和島港は愛媛県宇和島市に位置する港湾、重要港湾。宇和島港は西に宇和海を望み、湾港中央には周囲1 0トル余の小島、福島が横たわり、自然の防波堤が形成されている。このため、毎年台風時には沿岸諸港よりはもちろん大型船も避難してくると、従来より天然の良港と称されてきた。 市街の背後に位置する鬼ヶ城山は、宇和島購入港の目印、あるいは宇和島市のシンボルとなっている。なお、宇和島市には漁港が多く存在し、吉田町、津島町との平成の合併によりさらに増えている。宇和島港の建設は、1615年初代、宇和島藩主、伊達秀宗の地勢に、現在の川崎に台場が設けられたのが講師とされている。 宇和島藩は、周囲を高い山と峠で遮られ、物資の輸送には船舶に頼るほかなく、また山筋交代に回路を利用していたこともあって、海上交通に深い関心を示していた。1859年には、宇和島藩は西洋型蒸気船を建造し、慶応2年には、英国の軍艦が入港した記録がある、と、歴代の宇和島藩主は、公安、海運を重視してきた。 その後明治期に入り、1900年には白堀を埋め立て、内向の築造に取り組み、航路、白地の浚渫と旋回部の埋め立てを行い、市街地、二役用地、野住町等の造成と節岸施設の整備を進め、1953年10月には県の管理する港湾となり、1960年に重要港湾に指定された。宇和島港の背後県である、 宇和島市を中心とした南予地域は、柑橘類、水産養殖、真珠養殖等の第一次産業に特化しており、貨物についても、一般物資のほか、鮮魚関係、飼料、飼料等の扱いが多い。その反面、製造業の集積が乏しく、原材料、部品、半製品、完成品等の荷扱いは少ない。日振島、都島、鹿島など、 近隣の島々と結ぶ定期航路を有し、人々の生活交通の手段として利用されている。対岸の九州、大分県と結ぶフェリー航路もかつては存在したが、現存していない。福島と結ぶ愛媛南基線のフェリー航路は、福島大橋の開通に伴い2016年4月3日の運航をもって廃止された。また、本港を 発祥地とする宇和島運輸も本港に寄港する路線は現存しておらず、本社も八幡浜市に移している。宇和島港を取り巻く地域は、リアス式海岸が続き、半島や離島が多く、道路や鉄道の整備が遅れたこともあって、裏裏を結ぶ旅客線航路は、地域住民の交通手段としてなくてはならないものであった。このため、古くから、 宇和島港と南予地域の各港、裏島を結ぶ航路が開設されていた。宇和島から阪神や九州各地を結ぶ航路は明治以前から開設されていたが、個人経営の船問屋や海藻業者によるものが主であった。1884年5月、60余りの選手が集まり、大阪商船を設立したが、運賃や、荷扱い、等に、地元の不満がくすぶり、 およそ半年後の1884年12月には、地元経済人有志により、宇和島運輸会社が設立された。1885年5月には、第1戦、第1宇和島丸が就航し、両者は誘客を競った時期もあったが、1906年に協定を締結した。当時は、瀬戸内海の各港へ寄港しつつの航海であり、宇和島港から、 大阪港まで3日、1往復に8日を要した。それでも小船による頃と比べると、所要時間の短縮は、画期的と言えるものであった。明治半ば頃、宇和島は、周辺の町や村の物資の集産地となっており、各地からは船舶を利用して、宇和島に商品作物等を送り、帰りに日用品等を積むというパターンであった。 これらは自己所有の小型船舶によっており、不便を囲っていた。やがて、南宇和郡の一帯で、宇和島と結ぶ沿岸航路開設の機運が高まり、日清戦争後に未昇の平城の有志によって船会社が設立され、未昇丸が投入され、後に第二船も投入されるなど、大いに利用された。その後、明治40年代に入ると、 同様に、宇和島近辺でも、沿岸航路が必要との認識が高まり、宇和島運輸による宇和島吉田の航路の運航が開始された。これに続き、また海運業の流星を背景に新造船や、中古船舶の買い取りによる船会社の設立が見られ、八幡浜有志下モナダの運航や、未生、奥南、原津、仮港、高山、三浦の各村において運航が始まっている。 1933年には、西運社が設立され、小道、下田、北田、小園、下派、田松、内海などの航路が開かれた。ただ、当時、船会社は乱立気味であり、日本の対外戦争による経済混乱や戦時下の統制、船舶の徴用を経て終戦を迎えた。日本は戦争で大半の船舶を失ったが、当地域においても同様であった。 その後の経済復興、発展により船会社も再起を果たすことができた。ただ、その後、海上交通に依存していた、当地域においても、陸上交通網が次第に整備が進み、離島や一部半島地域を除いて、沿外航路は活躍の場を狭められることとなった。期待された九州とのカーフェリー航路についても、八幡浜港等の港間の競争が激しく、現在では、 宇和島港と九州とを結ぶ定期航路は残存していない。また、南予レクリエーション都市開発によるレジャー関係の船舶の基地となることも期待されたが、石油危機等の経済の荒波を受けて同計画が中途半端なものに終わり、期待されたレジャー需要は誘発されていない。ありがとうございます。